はこちら。背番号21番、あったところです。はっちゃん、はい、どこ高校ですか？鹿児島中央高校出身。そう、今回の企画、ハチの後輩にあたる現在在学してる子たちがもっとこうユナイテッドを知ってもらいたい、ハッタナ選手を知ってもらいたいということで質問に答えてもらうという企画をですね。すごい持ち込み企画ですね。すごいでしょ。中央高校生の持ち込み企画ってことですね。そう、 VTR 朝彦ドンドン。サッカー選手として一番大切にしてることは何ですか？いかに喜んでもらえるかっていうのをすごく大切にして。今までプレーした中で一番うまいなと思った選手は誰ですか？アンダー17の時の柿谷選手。ドングレを乗せるために1日にどのような努力を続けていましたか？本当勉強に関してはついてくる必死。ダンクって覚えてますか？ただ自分たちを律するためだけのダンク。自分も筑波大学の体育専門学院に行きたいと思ってるんですが、サッカーと勉強でそれぞれやっておくべきこととか、そういうのがあったら教えていただきたいです。ハチさんの背中をかけていきたいと。いやー嬉しいですね。筑波大学、そして体育専門学部で、そんな中央生から最後メッセージをもらってます。はい、そのメッセージはこちら。また何年前、これからも最高らしいよ、忘れずに頑張ってください。中央生一同応援しています。鹿児島ユナイテッドに行きたいです。僕、まあ、今もそうですけど、体とか本当ちっちゃかったってのもあるし。あ、そのイメージはあった。そうそうそう、なんで馬術とかそういうところに行っても、まあ、通用しないんじゃないかなっていう。あ、自分が、うん、あがすごくあったんですよ。中学校の時に僕が行ってたクラブチームが果実のグラブで練習をしてたので、はい、そういう練習とかを目の当たりにしてたので。なるほどね。目の前で見てたから。目の前で見てたので、まあ、サッカーのプレースタイルとか、まあ、あるじゃないですか、うんうん、人それぞれ、うん、これで果実とかに、まあ、仮に行っても通用しないだろうなっていうのは、ここ中学生ながらにとか思ってました。そんな考えたこともない俺。入ってなんとかしようっていう人が多分多いと思う。入って変われるだろうとか。いやでもそれはそれですごいいいと思いますよ。そこで鍛えられて、そこで勝ち上がってって掴むものも多分たくさんあると思うし、まあもちろんプロになりたいっていう夢があって、うん、でプロを辞めた後に高校の先生になりたいな、ほうほうほう、でその時は思って、うん、なので大学行って教職の免許を取りつつ、プロの夢もやりたいからサッカーができる強い大学って考えて、まあ、筑波か早稲田を考えました。すごいね。高校時代も公立高校進学校に行きながらも代表に入り続けたわけ。どんどん良かったでしょうね。すごいよ。だから鹿児島初だもん。進学校で代表に入ってっていうのはね、先生たちがねびっくりしたと思います。なんだこの生徒はみたいな感じ。いや思ったでしょ。今までだってそんな生徒なんて多分いないから、今だから言えるハチだけの特別待遇みたいな自分で感じる。あ、ちょっと俺なんか特別感あるなみたいな。俺は絶対あると思う。いやでもね、それがあんまりなくて、ほう、まあ多少はあったのかもしれない、まあ、俺が気づいてないと思うんですけど。だからちゃんと合宿から帰ってきたら引き出しの中に宿題にして入ってるとか、お先生たちもすごい理解はしてもらってたんですけど、うん、なんかそれに対してすごいなんか特別扱いみたいのをしてもらわなかったから逆に嬉しかった。ああなるほどね。そう、なんかもうだからもう君は大変だからこれやんなくてもいいよとかじゃなくて、ちゃんとやることはやってみたいな、うん、いやだからその友達も本当恵まれたなと思うのが、うん、中央高校でそうなったらやっぱ異質じゃないですか、うん、ちょっとなんかこうとっつきにくいなみたいな、うん、一目置くよね。絶対あったと思うんですけど、うん、でもやっぱそれが同級生だったサッカー部はあんまりこう特別扱いというか、まあなんかこういじりはありますよ、ね、うん、代表みたいな、はい、そのあるけど、まあ、でも本当に普通に接してくれたから気を使われてる感じだ、うん、そうそうそう。俺だって俺の同級生には世代別の日本代表の10番のやつがいた。中山さんですね、うん、中山さん、はい、俺敬語で喋った。そんなの全くなかったですね、全然。いい仲間に恵まれたよ。本当に
いい仲間といい先生方に恵まれて、うん、3年間過ごさせてもらったので今あの。すごい、ありがとうございます。あったんですよ、ここからここでまたスピード上げますもんね。あ、最後あ会えばっていう感じでしたね。もう当たればっていうか、難しいけどね、かっちゃんね、後ろから来るボールって。これはなかなか難しいな。惜しいけどね、めちゃめちゃ。ジュニアもしっかりオーバーラップの意識持ってるし、いい連動ですよね。ハチのスプリントほんま素晴らしかったです。これはハーフラインから約40メートルぐらいの距離を走ってきてますからね。じゃあ続きまして、ハチのエース戦イサオチョイス3つ目、ここにハッタの選手いますね。で、順基の戻り、ハシャキさんの戻り、ハチ君のスライディング、うん、めちゃくちゃイメージ通りでしたよね。これシュートが効いてますよね、奥の。シャケさんと純喜が相手にプレッシャーをかけて、シュートはコースを切って、うん、で最後追い込んでハチが仕留めると、うん、けどここで抜かれてたらウェズレイ選手と、まあ、田辺選手、うん、っていうので相手もバーって上がってきて、ちょっとあれでしたけど、やっぱハチ君がここでしっかり止めることによって、まあ、なんともないプレーになったっていう話、うん、ここにいます。縦パス。失って、ここに旗の選手、うん。ここで取りに行く。ナイスアーチって言ってる、多分。俺も試合出てたら。ねえ、勝つ。絶対言ってるよね、これは。絶対言ってる。これはもう、ありがとうって言いたくなる、うん。だってここでね、前向かれて抜かれてたら、5人は置いていかれてるからね、選手が。もしこの選手がフリーで持ったら、逆にいくらでも展開できますからね、うん、ファウルになりましたけど、素晴らしいプレーでしたね。攻撃の根を積むハチのプレー、素晴らしいね。調子いいんやろなっていうのが見えます。動けてるよね、めちゃめちゃね、うん、めちゃめちゃ思う。アッタム選手、ここですね、セカンドボールって感じですね。トン、何気ないプレーなんですけど、次プレーできる場所のトスっていう、ね、いや、なんか優しいタッチ、うまいな。うまいやろこれ、マジで。勝つはまだともかく、俺と田野さんやで、これ陣地挽回キックでしょ。ホームランやろ、ホームラン。あげろあげろ言うてるやつ、うん、蹴って早くライン上げろっていうかもしれない。何してんねん、早上げろ上げろって。繋いでくれるとほんと助かるよね。高橋さんもほんま落としめっちゃうまない、全部。うまいよマジこの人たち。何この落としのうまさ。しかもさ、結構グラウンド濡れてたじゃん。相手の選手前半足もつれたりとかしてたけど、それでこれやからね。そうだね、技術って大事だよ、ほんとに。バッター選手、ここからカウンターをプラスになるんですよね、かっちゃん。うん、そうそう。で、ここからですよ、かわされたと。ここだ、まあ、球際が普通よ。あったあった、これハサミに行って切り返されて、ここをもう一回追かけるってね。足からボール離れたところで狩る。中に通されてたらまためんどくさいことになってたシーンだから、ね、そうだね。ハッチとこの間、ここに、ここ今この相手、ここで止めてくれるって相当助かるよね、仲間からしたら。これはマジでサンキューファウル。ハッチサンキュー出ました。ハチサンキュー、ありがとうございます。ディフェンスとかこういう動きって、アクションを起こす方じゃなくてリアクションの方がめっちゃ難しいじゃないですか、はいはい、相手の動きに合わせるっていう。こんだけ相手がトリッキーな動きしてるにもかかわらず、ほぼ離れずについてきてるハチ君、本当にコンディションいいんだろうね。だから怪我さえね、怪我だけ気をつけてよ、もうみんなも。それだけは俺はみんなが足首ぐねりそうになったら、神様もう俺の足首ぐねらしてくれ、もう俺が普段からそれぐらい、本当もうサポーターだね、それぐらいの気持ちです。簡単な神戸、そして鹿児島ユナイテッド FC をこれからもぜひ応援よろしくお願いします。いやー、ありがとうございます。